皆さんこんにちは。デュエル名人を目指すデュエル少年ことアニプレックスデュエル少年コナカです。さあいよいよ発売となりましたフェイトグランドオーダーデュエルコレクションフィギュア、皆様お楽しみいただいておりますでしょうか。さて、この動画ではですね、フジオデュエルの魅力をもっとたくさんの方々に、知っていただくべく、本日はなんと、この方との、真剣勝負の模様をお届けしたいと思います。この方です、どうぞ。みんなデュエルしようぜ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんと今日はですね、もうマスター中のマスターに、お越しいただきまして、ちょっともう緊張しちゃってるんですけれども。少年なんですね。はい、あの今少年なんですけれども、心は今日の、あの心も少年です。体も心も少年なんですね。あ、でも意外とおっさん。意外とおっさんなんですけど今日はあの島崎さんに勝利すれば僕も青年に進化できるかもしれませんので。そういうシステムなんですか。そういうシステムではだんだんおっさんになっていくっていう。あ、はい、そうなんですね。まだなんで、じゃあなんかあの青年のところでずっと負け続けたら、はい、永遠に若いのが苦労していられる、はい、最終的にでもじいさんになっていく可能性はありますので、はい、し続けるとデュエルじいさん千人みたいな、だからね、グランドマスターみたいな、ね、はい、なっていくかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日はですね、島崎さん、はい、もうガチンコで、勝負をさせていただければと思うんですけれども、はい、意気込みはいかがですか。いや、やっぱ勝ちたいですね。やっぱそうですよね。やっぱ藤丸律介さんですよね、はい、もちろんですよ。まあでも僕もやっぱり成長がかかってるんで勝ちたいなと思ってますので成長かかってる人ってどうなのかなそれ名人、あの少年から青年の時はいいけど、じいさん、俺は絶対にじいさんになるぞっていうモチベーションどっかでやっぱ止めた方がいいかもしれないですね。どっか止めた方が、その成長システムはどっかでじゃあ負け続ける、可能性がございますが名実ともに名人に、はい、今日はもう勝ちたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。それではですね、早速ですが、はい、ゲームの準備、していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは早速始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、ゲームの準備を、進めさせていただければと思います。このゲーム、まずはですね、ずらっと、並ばせていただきましたフィギュア、はい、こちら第3弾まで本日、ご用意しております。いや、とてもいいですよね。ありがとうございます。あのフィギュアとしても非常にお楽しみいただける、うん、アイテムになっております。そして、こちらパラメータが書かれた、ステータスカード、こちら FGO では、おなじみですね、コマンドカードを、用いさせていただきます。はい、各サーバント5枚ずつが、ございますので、こちらを使用していただきます。そしてですね、本日は、上級ルールを、皆様にご紹介できればと思いますので、はい、こちらのスキルカード、もこちらも使わせていただきます。うん、そして、すでに、敷かれておりますけれども、フィギュアを配置するマップ、そしてこちらが、カードを設置する、プレイシート、になります。こちら、意気込みまたどうですか。ボードゲームとか結構得意ですかね。まあ、好きですね。そうですよね。わりかしガチめにやってますね。ガチめですよね。はい、だから僕も本当ドキドキしてるんですけども。いや、はい、あのマスコットとしてやっぱ負けられないところがあります。マスコット名人イコール名人で少年でマスコットなんですか。マスコットでもありますので、そこはもうマスコットとかじゃなくても顔として、顔として FGODL、ね、の顔として。ありがとうございます。はい、そこはみんなの憧れになるようにそうですね、はい、みんなに憧れがやっぱ抱いてほしいですねそうですね。なかなかまだ知名度が低いもので、はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。そして、お互いにですね、このゲーム3機の、サーバントでパーティーを組むゲームになっております。はい、パーティーにはですね、コストの上限が、ございまして、合計で11までが、編成のルールとなっております。はい、ではですね、島崎さん、早速ですが、お好きなサーバントで、パーティーを、組んでいただければと思いますので。コストって、はい、あのどういう計算なんですか、このゲーム。基本的には、星の数に応じて、うん、5、4、3、星の数がまんまコスト、例外もあるんですけれども、うん、基本的には、そのような考え方で大丈夫かなと思います。うん、でこのゲーム、マシュが、コスト0になっております。はいはいはい。そしてアステリオスは今第2弾ですけれども、コストが1、うん、になっておりますので、まあ、マシュかアステリオスは、ぜひ今回入れていただく形になるかなと。なるほど。じゃあ第1弾だとマシュは絶対に入れない。マシュはそうですね。なるほど。まあ、ただ、公式のルールではそうなんですけれども、うん、まあ、お楽しみいただく分にはあのお好きなサーバントでぜひ組んでいただいても大丈夫かなと。なんか理想の星5パーティーとかやってもいいんですか。はい、最強のパーティーを組んでいただいても大丈夫かなと思います。ね、まあ、でも今回はじゃあ、まあ、公式なんでね、はい、ルールを守ってやってみましょうか。う、ね、はい、コスト制限ありでやらせていただきます。はい、はいはい、それではパーティーが決まりましたので、はい、早速ゲームの方を始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、じゃんけんで先攻後攻を決めましょう。はい、いきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。勝った。勝った。まあ、先攻ですよ。先攻ですか。うん、ふー、わかりました。
じゃあ早速ですが、はい、僕まだ島崎さんのパーティー知らないんで、そうですね、ちょっとどういう手で来るのかがドキドキしてるんですけど、あ、待ってください、これあのルールとして一、はい、回こう設置して、はい、相手を見ないで先行方法を決めるんですね。はい、そうです、相手のパーティーが分からない状態で、うん、ゲームは進めさせていただくというのがルールです。じゃあやっぱりここにしよう、あれ締め締めと思ったのに分かりました、じゃあ僕先行で行かせていただきます、はい、じゃあステータスカードをオープンできればと思いますので、はい、いきますよ、同時に、これは同時にオープンしましょう、はい、せーの、オープン、オープン、お、アルジュナ・マシュ・マーリン、アルジュナ・マシュ・マーリン、なるほど、はい、僕は、アルトリア、山の大きな、アステリオスで、行かせていただければと思います、はい、実際の FGO だったらもういわゆる、そうですよね、最強構成の一つですよね、このマシュマーリンで、マスターフォーグっていう、僕は割と火力重視で選ばせていただいたんで、はい、ぜひ攻めていければと思います。では左から、アステリオスくんと、このいわゆるファースト、セカンド、はい、サードのところに対応するのを、はい、ですよね、置いていただいて、うん、何でございます、はい、じゃあ、はい、始めていきましょうか、はい、はい、いよいよゲームスタートです、よろしくお願いします、お願いします、ではいきますよ、デュエルゴー、よーし、いきます、では手札を前に引きましょう、はい、さあ、お、お、お、はい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 、僕もあの悪くないかなと思ってます、そうですね、まあ頑張りましょうか、そうですねじゃあまず僕の先行なので、はい、まだ使わずに置きますので、僕はじゃあまず移動にアルトリアを移動させたいと思いますので、はい、アルトリアのカードをトラッシュに置いて、うん、アルトリアを1エリア、動かせていただきますので、アクションフェーズ終了、はい、アクションフェーズ終了でございます、うん、チャージフェーズで1枚投入いたします、うん、これでターン終了です、はい、はい、では僕ですね、はい、早速じゃあスキルを、あれ、まずスタートフェーズでもう来ますか、スキル使用します、はい、じゃじゃん、これは今はもう一セカンド、わはい、これ防御特化のあれですか ね、相手ターンの間ダマッシュがね、あ、じゃあ持ってくれるわけですよ、僕はじゃあ非常に攻めにくくなっちゃ う、はい、しかもこれ常駐型なんでマッシュが生きている限りずっとこいつがずっといるわけですか、あ、ってことで合ってますよね、合ってます、はい、はい、合ってます、はい、やりづらくなったな攻めづらくね、攻めづらいなそうです、ね、さあそしてここで、はい、まあ、アルトリアに攻撃を仕掛けるか否かっていう、まだ来ないんじゃないですかね、もう来ますかいや、早速行った方が、まだいいんじゃないですかね、なんでね、何も裏はないんですけど、そうですか、これでも攻撃側は、はい、あの仮に負けても消滅はしないで撤退するだけなんですよね、はい、移動ができずに戻っちゃうだけなんで、うん、どっちかというとやっぱリスクが攻撃側にないの で、ね、ガンガンやっぱ攻めていただいた方が、基本的にはガンガン攻めて、はい、回していった方がいい、はい、分かりました、はい、それではですね、やっぱりまずマシュでしょ、あれもう来ちゃいます、はい、やっぱりここは、はい、じゃマシュと一緒に、はい、はい、一歩どっち来ます？アルトリアに牽制を仕掛けていきたいと思いますよ、なるほど、はい、でもここは僕は防がせていただきますよ、もうで、これで3枚、はい、コマンドカード3枚を選んでいただいてセットしていただいて、はい、早いですね、もう決めてました、もう決めてました、はい、じゃあ僕はこちらで行かせていただきますので、はい、では行かせていただいて、はい、行きますよ、セット、オープン、お、お、バスターチェーンできましたね、バスターチェーンできましたけど、僕は224の、はい、8のバスターチェーンなんで、はい、プラス3があり11、はい、そしてこちらですね、334の、まあ、アーツチェーンなんで、はい、まあ、あの数値としては負けました、はい、なのでマシュは、はい、マシュは戻ってください、はい、ただマシュはいい仕事をしてくれました、あれ、アーツチェーンをしてくれたので、はい、次とターンと次のターンの先頭にプラス3の補正が入ります、僕じゃあもう攻めにくすぎません、だってもうマシュのスキルもあるし、はい、バスチェーンも決まってるし、もう防御側は今カッチカチですよ、こっちちょっとなー、幸先がすげえ悪いんすね、プラス4補正でございます、いや使ったカードはトラッシュカード、トラッシュ入れに置かせていただき、はい、チャージフェーズでございます、お互いに、カードが5枚になるようにドローいたしまして、はい、補充して、はい、そしてエンドフェーズなので、はい、カウンターを1つ進めていただくと、はい、プラス3に、アーツプラス3でございます、これでも常時野村さんはもうプラス4なわけですよね、はい、攻める、僕が攻める場合は今回は、まあ、このターンはですけどね、そうですよね、うん、さあ攻めるか否かですよ、まあ、必ず、1回移動しなきゃいけないですからね、そうですね、アーツプラス1は、じゃあまずスタートフェーズでスキルを使用するか否か、お、アステリオスの
怪力を使わせていただきます。攻めますね。はい、こちら常駐で、僕が、攻めている間は、アステリオスのパワーがプラス2されますので。お、じゃあアステリオスで攻めれば、はい、マッシュのスキルがあっても、はい、プラス1の補正。はい、なるほど。ただアステリオスはまだ攻められるうちに、まだそこなんですよね。とりあえず開けとこうっていうあれなので、じゃあですね、僕も攻めますね。お、まあノーリスクですからね。ノーリスクなんで、アルトリアでさらに進ませていただきます。でもね、僕マスターエリアに行きたいんですよね、やっぱ。まあそうですね、圧倒的有利ですよね。やっぱそうなんですよ。だってこれで仮にマッシュを倒せて、はい、で次のターンしのげれば勝ちですからね。勝ちなんで、うん、じゃあ僕はマッシュに戦闘を仕掛けたいと思います。はい、とはいえですね、まあでもこっちもうすでにプラス4の補正なので、でもめちゃめちゃ手札が弱い可能性もまだあるんで。そうですね、もちろんありますよ。そうですよね。これ僕悩むな。ここで余裕があるからって言ってナメプをして、ここ僕大したカード多分ないと思うんで、全然弱い手でいけるんじゃないですかね。補正もありますから。まあでももうバスター4枚出てるから。あれ、そうですね、やっぱトラッシュを見てますね。はい、はい、まあただ残り4枚のバスターが来てる可能性も4分の3であるんですよね。そうするとちょっときつい。でもまあまあ4あるんで、全然ギリギリで来ていただければ大丈夫かなと。この空中戦ね。空中戦がやっぱり。はい、じゃあまずセット。はい、これ悩む。めちゃめちゃ悩んでますね。悩みますね。いや、まあ、でもここ本当防衛ラインですからね、マシュは。でもちょっと僕は少し。で、僕はマッシュさえ倒せばマッシュのスキルも消えてしまうんで、とにかく僕はマッシュを早く倒したいと思っております。そうですね、はい、確かにアーツチェーン決まりやすそうなパーティーですもんね。まあいいや、もうこれで来ましたか。賭けに出ます。じゃあ行きましょうか。はい、はい、セットセットオープン。お、なんだ、全然大丈夫だった。え、そうですか。544、僕はチェーンなしの13。はい、そして信長さんが、僕はですね、まず3、2で5で9じゃないですか、はい、で9足す4なんで13で、はい、よし、大事ですよね。なんでですか、そんなに。いや、なんかいけるかなと思ったんですけどね。結構僕も強いカード出したつもりだったんで。いや、僕バスターチェーンさえ来なきゃぶっちゃけ大丈夫だなと思って。やっぱりもうトラッシュにもだいぶ捨てられてるなっていうのがありますよね。まあでもね、あのバスター多い構成なんで、はい、そうなんですよ。もう一回バスターチェーン食う可能性もあって怖かったんですけど。いや、いけたかな。よかった。いや、僕は移動できなかったと攻撃失敗でございます。はい、なかなか1体を消滅させられないですね。じゃあチャージフェーズで手札を5枚にしてください。はい、はい、そして、エンドフェーズになりますので、カウンターを1つ島崎さんは進めていただくと、はい、はい、形になります。今プラス3ですね。まだ3なんですよね。ここでです。まだ使います。スキルを使います。スタートフェーズ。何ですか。はい、マーリン、みんなもお世話にいつもなってる無限のカリスマ。わあ、はい、しかもコスト消費が1を。これ別にどの、はい、アーツでもいいんですか。はい、まあ、でもせっかくなんで横にしていただければ大丈夫なんで。使って、はい、何ですかそれは。もうでまずこれは常駐効果で、はい、自分のターンの間味方全体のパワープラス1。じゃあまたマッシュみたいな効果がまた乗っかるわけですね、はい、現在だから攻防両方プラス1の補正が入ってます。なんかうまいですね。本当ですか。やり方がゲームは僕大好きなんで。強いな。例えばマスターとして負けられないですよね。強いね。そうですね、なかなか。さて、じゃあ僕ですね。はい、アルジナを。お、アルトリアを来ますか。はい、まあ相性的にもね。まあそうですよね、はい、でも、まあ、デュエルでは関係ないですけど、はい、プラス相性はあんまりないんですけれども。いや、でもやっぱアルトリアをね、あとね、戦えるつらやっぱアルジナでしょ。そうですね、どうしよっかな。攻撃時もプラス1されてるわけですよね。で、アーツチェーンが乗っかってるわけですよね、はい、で今もうプラス4ですね。そうですよね、そもそもプラス4です。はい、じゃあいきますよ。はい、セット、オープン。よっしゃ。なんでバスターチェーンが決まるんですか。それが賭けだったんです。だってあんま決まらないパーティーですからね。そうですね、そのパーティーは。いや、運命はここに定まりましたよ。ここにあるんですね。はい、アーツ補正と、はい、無限のカリスマとバスターチェーンが乗って17でございます。アルトリア、キラキラ。よっしゃ、アルジナ、さすが、さすがアルジナ。やだなちょっとな。さすがアルジナ。しかもね、スキルを使わせずにね。そうなんですよね、破壊落ちさせるっていうのは結構美味しいですね。わ、僕2ドローだったんですよ、直感。あー、やっちゃいましたね。いや、意外と手札僕強いの出てたんで、はいはいはい、ここじゃないなと思ったんですよね。
いやでも本当はあそこ際どかったですよ。一旦前の同点、ね、あそこでマッシュ負けたら結構危なかったで ですよね。もったいないな使ってダメですもんね。そうですね、ダメですもんね。難しいですよ ね。じゃあスキルカードはどうかとしますと、はい、じゃあチャージフェーズになります。そして、デッキが、なくなりましたので、はい、トラッシュから1枚だけ、はい、ゲームから完全に除外していただいて、はい、残ったカードを新しい、コマンドデッキと、してください。さてこれで、ね、まあ、何を除外するかの、ね、ちょっとね戦略が変わってきますよね。ちょっと僕強いカード使いすぎてるんですよね。でもアルトリアがいなくなっちゃったから、僕はアルトリアのクイックを。あ、そうですね、お互いクイックでもプラス7だからすごいんですけどね。めちゃめちゃ強いんですよね。だからクイックパクんだらまた面白いですよね。そうですね。僕はね、結構割とこっちはアーツパー、そっちは割とマスターパーって感じですよね。僕は割とノーキンパーティーなので、ノーキンパーティー、はい、では、新しいデッキができましたので、で足りない1枚を補充させていただきます。はい、で、このアーツ補正を終わりました。さあ、どうしますか。攻めますか、攻めませんか。でもアステリウスまだここなんですよね。まあそうですね、アステリウスの怪力を生かしたいですよね。そうなんですよ。でも遠いからな。とりあえず、はい、お、もうアルジュナが僕近づいてきちゃったんで、そうですね、正直ビビってます。そうですね、ここ次のターンアルジュナ、ここが僕開くんじゃないかなっていうのが、はい、ちょっと怖いんで、山の大きなのスキルをここで使わせていただきます。おおお、戦闘こちらですね、はいはい、戦闘特攻なので、いわゆるガッツ効果が、デュエルでも採用されているということでございます、うん、消滅する際にですね、コマンドデッキからめくり、これがパワー5以上のコマンドならば、おおおお、なんと消滅しないという、なるほど、はい、設計になってますので、いいですね、ちょっとギャンブル性が。そうなんですよ、だから、はい、アルジュナ攻めづらくなっちゃったかなみたいな気がしておりますが、そして僕のアクションフェーズでございます。攻めるか攻めないかですよ。攻撃を仕掛けるか仕掛けないか。いやでも使いたくないですよね、移動にこのカードを。そうですよね、そうなんですよ、使っちゃうとせっかくいいカードが、ね、次のターン返り討ちにできるのか、はい、チェーン組めるのかっていうところでね、はい、いや、ほう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 、やっぱもうアステリオスのクイック1はもうとにかく移動に使いたいカードなので、はいはい、とにかく僕は怪力を生かすために、そうですね、ここは出た方がいいですよね、はいはい、そして僕は1枚チャージをしまして、はい、ゲームになります。さあどうしますかね。もちろん攻めます。攻められますか。まあ、ただな、本当はね、本当はやっぱ僕の趣味的にもこれを決めたいんですけど、これね、なんだろう、決めたいんですけど、でもね、移動にね、1枚ね、そうなんですよね、絶対に使わなきゃいけないっていうところが肝ですよね、はい、そうなんですよ、ゲームの。いや、攻める際は移動した後の4枚でカードを選ばないといけないので、ちょっとリスクがあるかなっていうゲームになっております。そうですね、はい、でまだアルジャのスキルも残ってるんですよね。それ何なんだろうかなっていうのがすごい気になるんですよ、はい、まあじゃあまずはでも攻めようかな。うん、本当はこれ痛めかな。これが結構その本人のカードじゃないと移動できないっていうのは、そうなんですよね。よし、じゃあ、おや、マーリン、そっち来ましたか。はい、アステリウスに攻めます。こっちじゃなくていいですか。いいです。本当ですか。はい、怪力が意味なくなっちゃうだからですよいや、まあここで落とせたら、そうですよね、言うても実は武闘派ですからね。そうですよね、マーリンさん。でも僕もいけるんじゃないかなっていう気がしてます。そして僕もでもここでは決まんないんじゃないかなとも思ってます。はい、じゃあセット。早いです、ちょっと待ってください、ね、考えてください。どうしよう。はい、決めました、決めました、いきますよ、はい、ではセット、オープン。はい、どうですかね。僕は、アステリオスのブレイブチェインです。はい、2、5、4の11のエクストラタック2が乗るので 13ですね。お、いや、もうこっちは全然ただのアーチェインなんで、アーチェイン、はい、アーチェインを乗せてということで、マーリンは撤退します。なんか、なんだろう、腑に落ちない撤退ですけど、ね、あんまりこう、すっきりしない、なんか、アーチェインかけ逃げのように。マーリンですよ。まあそうですよね、はい、特性をやっぱこう決まってるじゃないですか。サーバントの特性生かしてるんですよね、やっぱりはい、ということで、アクションフェーズ終了しまして、はい、チャージフェーズに行かせていただきます。は
なるほど。なんすかそのガッツポーズは。いいえということで、じゃじゃん、ターン終了です。ターン終了ですよね。アーツ補正になります。まあここででもね、アスリウスの怪力を生かしたいところですよね。どっちを先に削るかですよね。お、移動する。はい、はい、アステリオス君で移動します。はい、そしてマーリンに戦闘を仕掛けたいと思います。なるほどね。はい、僕今怪力が乗ってるんでね、プラス2ですね。はい、プラス2なので、これですね、僕は決めました。これ悩むな、これ悩むな。まあでもやれることは少ないから結局ここはでも捨てに行ってもいいんじゃないですかね。やっぱ僕も怪力があるんで。捨てに行くわけないじゃないですか。捨てに行くわけないじゃないですか、大切なサーバントを。まあ、とはいえできることはあんまりないです今回。ということは消そうかな、はい、いきますよ。はい、セット、オープ ン, ープン。あ、よかった。あれバスターズインじゃない。17、11、はい、で、14の15になるんですかね。はい、14ですよね。よし、勝った返り討ちです黙っちゃった名人黙っちゃった。まだ名人じゃないんで、目指してるだけで、目指してるだけなんでね。はい、アステラス君移動できずでございます。はい、マスターとして硬いですね。ちょっと負けるわけにはいかないですよ。ちょっとやだな。で、まだアーチェーン効くわけですもんね。次もエンドフェーズで動かしていただいて、はい、アーチェーンが進みます。はい、そうですね。これを切るかどうかって何なんですかね。何ですかね。教えてもらえないんですよね。そうなんだよ。でもな、戦闘続行あるんだよな。でも言いますよ、今名人視点見えてると思うんですよ。この戦闘続行がうまくいくかどうか。そうですね分かってると思うんですよ、ね、いやいや、そんなね。でもやっぱ行くなら言いますよね。5以上だから。で、まだね、ありますからね。そうですね。そうです、大きなのクイックが。そうです、そうです、はい、まだあるんで。だってもう、だって打席1ですよね。いや、ここで引いたらもういいですよ。いや、でも絶対これですよ。絶対これです、野村さん。絶対にこれです。本当に本当に絶対にこれです。本当にこれなんで。本当に本当に本当です。嘘つかないんで。本当です、本当に本当にこれ。どうでしょうね。よし、さあ、ね、どうしますか。いや、ここはやっぱり僕はね、マスターを狙うんじゃなくて、お、全滅を狙いたいと思います。マジっすか。でん、お、マッシュが、マッシュがアステリウスにこっち来ましたか。はい、本気を仕掛けます。そうですか。はい、で、セット。早いですね、しかも決めが早いです。まあでもこれ、これしかないですね。はい、はい、いきますよ。では、セット、オープン。なんでバスターチーム決まるんですか切り方を工夫してました。カードよく見てください。僕、1枚もバスター切ってないんで。わ、なので、もうこの枚数ならバスターチェーンなんですよね。一応計算しますね。はい、9の、バスターチェーンなんで12、ね、そして4、3、3で10の、でそれに、アーツで 13、カリスマ乗って14です。そしてバスターも乗って17なんですね。はい、どうせマシが、いや、焦りそう。あ、でも行ってほしい。行ってほしい待ってみて、行ってほしい。行けません。 やったよしよしよし、強いぞ。そりゃだってもう一緒にね。そうですよね、世界救った仲ですから。そうですよね。ちょっとこれ負けられませんよ。やっぱりアルジュナもマッシュも特にね、関係されますし、周りは個人的に思い入れがあるんで。そうですよね、負けられませんよこれは。怪力も消えちゃうんですよ。はい、ということでドローして、で、1枚除外を、1枚除外しましょう。はい、これピンチですね、よく見ると。で、ここでじゃあもうステリウスのピッチを。さあさあさあ、いや、全滅だけは避けたい。でも、残ってんの山の大きなですからね。そうですよ、まだこっから全部巻き返しやっぱありますよ。ちなみに、ちなみにここを残したのは本当にクイックの5だったんですか。あれはね、野村さん、はい、違いました。いや、でもちょっと怖い思いもあったんですね。ほんとですか。カマかけたのが良かったですね。だってバスター使って、あの、倒しても確実に倒せると思ったんですけど、それで復活されると。そうなんですよ。いや、僕絶対来ないでくださいねって思いながら。で、そうすると、でもその後アステリスのプラス2で一気にあのマーシやマーリンがやれる可能性があったから、僕絶対これ来てくださると思ったら
来なかったんで。いやいやちょっとね怖いですよやっぱ。いやいやいや、でも言ってもまだ続いてますからね。そうですね、先頭続行は。はい、ということで、エンドフェイズで、でもアーチェーンが終わりました。これは僕も戦いやすくなってきましたね。チャンスです。とにかく山の沖縄を移動させますが、おお、バスターを使う。はい、マッシュ、マッシュで、はい、戦闘仕掛けます。ただ今やっぱ補正的には、でもそうか、僕が攻めてるからな。まあでもあのマッシュのね、まあ1ですからね、はい、1なんで、全部ですよ。でも、はい、1ですから。じゃあセット、オープン。よし、野村さん、バスタージェインです。はい、野村さん、アーツパーティーですよね。はい、さっきからバスタージェインがすげえ決まるんですよね。まあカードのでも残り具合に、やっぱそうですよね、こう調整しながらやられてるって、ね、さっき1234でバスター使った、バスターって1枚手札の後にはあったんで、まあ2枚引けたら完全に運がよかったですね。でもどうですか、13の、いやプラス、あのマッシュ受けてプラス4なんで、あれ落ちますよね、9で4で13です、こっち。あぶねー、はい、危ない。いやでもギリギリでしたよ。あ、やっぱチェーン乗って、バスターチェーン乗ってギリギリって。やっぱでも山の木はここにいてしかるべきなんで。そうですね、やっぱこれもやっぱ戦略の僕の中のあれなんで。はい、よし、じゃあチャージしていただいて、はい、チャージフェイズ。さあ、なるほど、はい、なるほど、で、いきますよ。いや、いきます。はい、本当にいきますかね。本当に行きます。本当に行きますか。はい、気づきました。僕、なんとなく気づいてることあるんですよ。もう同じことですかね、今。もう戦闘続行は同じことですか。聞かないんです。気づかれました。気づきました。気づかれましたか。よかったですよね。僕のトラッシュになんと僕が2枚ある。はい、で、ここでですね、僕はスタートフェイズで、え、アルジナのスキルを使います。僕が惨めになっちゃいますから、ちょっとやめてくださいよ。じゃん、はい、魔力放出炎。おだからね、コストで NP2 枚をいるんですけれど、はいはいはい、この無限のカリスマがですね、え、これを除外することで、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、NP2 分のコストに使える。僕今、野村さん、今使えませんよって言おうとしたら、まさかマスターですよ。まさか、どれだけ長く付き合ってきてると思ってるんですか。そうっすよね。はい、で、何なんですか。え、アルジナは、うん、この自身の戦闘時、まあ、常駐で、はいはい、自身のバスターカードのパワーがプラス2歳。おお、なるほど。バスターが1枚、はい、この1枚のバスターがあるのであれば、はいはい、まあ、無限のカリスマよりもプラス1歳に多いですね。はい、それでは行きたいと思います。魔力放出炎のアルジナが、行きます。もちろん行きますか。山の沖縄に戦闘を仕掛けますよ。いや、スーパーハイレベルバトルですよ、これ。そうですよね、トップサーバント同士の。でも戦闘続行まだあるんで。そうですね、そうですよ。いや、負ける前提なのは良くないですよ。まだ分かんないですからね。まだ分かんないですよ。返り位置にする可能性も、はい、これでいきましょう。僕はこれじゃ、もしかしてラストバトルの可能性があります。でも自信あります、僕。本当ですか。はい、いきます。じゃあいきます。セット、オープン。バスターチェイン、バスターチェイン、いけるかな。運命はここに定まった。ちょっと待ってくださいよ。はい、ブレイブチェーンも、はい、で、ブレイブチェーンはあれですよね、はい、一番弱いカードがプラスされるんですよね、はい、エクストラアタックになります。アルジナね、やっぱね、全体的に優れているんで、はい、確定でプラス3っていうのは大きいですよね。なんかないんですよね、はい、ということで、4、4、3、まず8、11、11で、ブレイブチェーンが乗って 14、魔力放出が乗って16です。僕は4、4、4のバスターチェーン、12の15で、アルジナが山の沖縄を倒した。いや、際どかった。魔力放出使ってなかったら負けましたね。確かにそうですね、はい、ということで、ここは僕のサーバント3機が、はい、なんと全て消滅して、はい、野村さんの勝利ということになります。勝った。やりました。これあんまり一体も残ってないし、僕一回も倒せてないし、いや、僕もこんなうまくいくとは、まさかまさかこんなにうまくいくとは。綺麗に描かれましたね。そうですね、本当に。いや、やっぱりそこはちょっと縁が深かったんですよ。だって、まさか最後の最後でブレイブチェーン決められて、しかもバスターも来てくれたから、マルコフェイツも使えるっていう状況になるとは思わなかった。
ということで、はい、僕は引き続きデュエル少年のまま、このままいきます。はい、ということでございまして、本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか、このデュエルの戦いは。いや、めっちゃ面白いですね。面白かったですか。いや、フェスの時も、はいはい、イベントでブースでやってたじゃないですか、はい、で実は控室とかにも置いててくださってて、やってくださいましたか。そうで、僕はその時は遊べなかったんですけど、はい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 、スタッフの皆さんとかいろんな方々が結構遊んでて、いや、めっちゃ面白いよ、やろうやろうよって、あーステージの時間だって言いながら、お忙しい感じでしたもんね。そう、いやでも今日やれて、いや、これ面白い。ありがとうございます。あと、やっぱちょっともしかしたら覚えること多いかもしれないですけど、上級の方が面白いですね。そうですね、好きがあった方が絶対に、深みがやっぱ出てくるかなと思うんですよね。絶対に、あと気持ちいいです、やっぱこういう魔力放出が決まって、はい、しかもアルジナのブレイブチェーンで勝てるとか、やっぱ気持ちよく勝てるとすごい嬉しいし、僕も気持ちよく負けましたんで。そうです、はい、でもここで出てたからあれですけど、出てなかったらまた戦闘続行で巻き返す可能性もあったりとか、ね、やっぱスキルの戦略性が高い、うん、でこれがクイックパ今回いなかったから、そうなんです、クイックやっぱめちゃめちゃ強いんで、いや僕だって結構危なかったです。運よくアーツパなのになんか運よくしのげましたけど。いや、そうなんですよなんかやたらチェーン決まるなっていうのがねえあったんで、いや、これちょっとバスターパ、アーツパ、クイックパそれぞれでもなんかやってみたいですね。ぜひいろんな、次はちょっとバスターパとクイックパも試してみたいと思いますし、はい、それではですね、本日ありがとうございました。最後にですね、では、はい、動画をご覧の皆様に一言いただければと思いますので、はい、はい、どうも皆さん、でもフェイトグランドオーダーはめちゃくちゃ楽しんでくださってる皆さんだと思いますけれども、いや、デュエルね、想像以上にめっちゃ面白いです。まあ、こんな気持ちよく勝ったら面白いに決まってるって思うかもしれないんですけど、まあ一応なんかちょっとリハーサルみたいな感じで何回かやらせてもらったりしてもすごい面白いし、いや、これ友達とやりたいで、特に FGO を知ってる人、フェイトを知ってる人だとより面白いと思うんですよね。で、自分のお気に入りのサーバントで勝ったりとか、あと自分のお気に入り編成で勝ったりとか、僕なんてこれ割と普通によく使うね、皆さんもご存知の通り、ね、割とゲーム内で超強い編成なんで、まあ、マジマーリンとバスターホーグっていうね超強い編成なんで、しかもアーツでガンガン NP も回るっていう編成なんで、まあ、普段使ってる編成なんで余計嬉しいし、ちょっと僕もね、僕はなんか特殊なね、ガンク2が来たらガンク2も入れちゃうかなみたいな、ね、楽しいこともできるんですけど、いつか多分出てくるかな。皆さんもでもぜひお気に入りサーバントを使ってみたり、もしくはね、あえて普段使わないサーバントを使ってみて、なんかいろいろ新鮮な気持ちを味わってみたり、はい、あとスキルもね、各3種ずつあるんで、はい、そこ戦略性高いと思うんで、スキルも見て楽しんでいただければと思いますし、いや、思った以上に楽しいので、ぜひこうデュエル楽しんでみてください。フィギュアもね、出来いいです。いや、これ普通になんかゲーム知らんとき家に、そうですね、コレクションにもいいかな、そうそう、なんかガラスケースとかショーケース買って飾っとくのもいいなと思う出来で、はい、ぜひね、アルジナ前出たときはアルジナもぜひゲットしてあげてください。はい、ということでめっちゃ楽しかったです。皆さんもぜひデュエルいっぱいしてみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。